ここか。ここだ。おー、清流街って書いてある。あ、城みたいなところか。寄ったな。立派な門外前じゃねえか。いかにもヤクザの本部って感じだな。要するに越したことはない。あ、用心するに越したことはねえ。いろいろ準備してこう、おこうぜ。わかった。わかった。おい、ここで待ってろよ。逃げたらどうなるか、さっき説明したよな。わかってる。こっちも会長にあることないこと言われたらたまらねえからな。何が待ってるかわからねえ。準備をしっかりしてから乗り込もう。近くに武器になりそうなもんとか薬売ってる店でも覗いとくか。ほんじゃ飯食って回復してきたから、乗り込んでいくか。もう、行こうぜ。勝ち込みかける最低限の準備はしてきたみてえだな。案内してやる、いいか。ああ。さっさと案内しろ。わあ。やはりの一人も立たせてねえのかよ。豪華だな。清流会に勝ち込みかけようなんてバカはこの町にいねえんだよ。おっと、また戦うのあいつ。降りないね。はめやがったな。清流会はこれまで一度も他の組織に足を踏み入れられたことはねえ。合図なしに門の中に入ったらシャッターが落ちて駆除する決まりになってる。たとえそれが重要な客であろうとな。だけど会長はいるんだろう。この上によ。いたところで会えねえよ。お前らに会長室の指揮はまたがせれ。だったら力ずくで突っ切るしかねえな。気合い入れていくぞ。一番といると一日が長えよ。ほんと豪体には応えるぜ。行くぞ。しびるじゃねえぞ。おっと、ハンマー持ち出したぞあいつ。囲まれてんな。メッキブレス外してる。ほら、当たれ当たれ当たれ。急いで急いで急いで。一人は火傷と食らわなかったか。とりあえず一体やれるかな。あ、意外に硬い。硬いなこれ。おお、痛いね。こっちやっちゃうか。お、いいダメージだ。あ、ほっといてもやれるかな。どうしようかな。まあ、また臭い木を小松さんに当てていきます。これでメガスイングをこいつに当てることで倒せた。攻撃しに行くか。こっち倒しちゃおう。ここ50クラウドだ。はい、熱気でやられた。で、ここで熱気ハトの鳩攻撃しておきましょう。あ、ウィークだ。強いじゃん。オッケー。じゃあ、あとは、まあ、打ち崩しでいいかな。はい、終わり。レベル上がった。そこでおとなしく待ってやがれ。絶対仕留めてやるからな。まだ逃げるんかい。おいおい、マジかよ。あれじゃ上に行けねえぜ。とはいえここで待ってる義理もねえしな。ひとまずここから出る方法を探ってみようぜ。ん？この扉？調べる。電源が切れてやがる。こっちは？ダメか。ここか。
お、この扉開いてるぜ。うわ、また来たよ。増えてんな、なんか。こんな数相手すんのが。じゃあもう一暴れするか。え、お前らバカか。相手にしねえで逃げるぞ。まあ、逃げた方がいいよね、この数は。やべえ、突き当たりは鍵がかかってて行き止まりだ。こいつで抑えるぞ。折れそうだな、すぐ。この野郎、開けろ。どうすんだ、こっちはもう限界だぞ。どこか他に逃げ場は。あ、くそ。やばい。おい、あいつらいねえぞ。鍵閉まってんのにどうやって先に。さっさと鍵開けろ、追いかけるぞ。あ、やばい、バレた。ダンボールの中に3人入ってんのか。おい、早くこっち来い。あ、違うのね、まさかの上。行ったな。そうみたいだな。てか足立さんがダンボールに入ると。ナンバ、もういいぞ。ダンボールに入れば完全スネークだったな。さて、こっからどうしたもんかな。なあ、な、上にある渡り廊下から行けないか。左の建物から上がって会長室に行けるかもしれないぜ。ああ、これか。よし、そんじゃあこっから戻って別館に入るか。清流会の奴らが鍵を開けてくれたみたいだしな。待った。そっちは奴らが警戒してるかもしれねえし、危険だ。まずあのドアから入るか、入れるか、調べてみようぜ。お、アイテム、謎のキノコ。行くか。待ってましたよ。さあ、お前ら出番です。バレてんじゃん。3人か、戸塚の手下。こいつら変わんないんだよな、見た目が。ほら、こいよ。エッキブレス行っておきましょう。ファイヤー。あ、燃えた。いいね。メガスイング。お、ウィークだ。一体ウィークだぞ。やばい、仲間呼ばれるの、それは嫌だな。林田が来たぞ。ちょっと盲信する意味ないな。あ、倒した倒した。どうしたのか。なめんな。ナイスカヒー。これまた臭い系やっといた方がいいね。臭い息。で、これでメガスイングで。いいダメージ。で、左。あ、まあいいでしょう。まあまあまあいいでしょう。スタンガン使わないんかい。あ、てか体力やばいな。うわうわうわ。ナンバさん。やばい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 。みんな仲間で行っちゃった。これで元通りだ。怒りが収まった。めった打ちしとこう。押した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 。オーバーキール。あと熱気に苦しんでるやつだけだな。終わり。これでレベルが上がったね。強くなった気がするぜ。待ち伏せてたのはあいつらだけか。もっと大勢来るもんか。金庫あるじゃん。自分たちだけで侵入者を倒して手柄を立てたい連中なんだろう。
タフネスライト。そういうもんかね。俺が言うのもなんだが、全員で協力した方が楽に倒せるだろうに。そういう考え方してると出世できねえんだ。それが組織社会さ。へえ、道理で出世できないわけで。開けてみるか。まあ、ドラクエのだからな。開いたぜ。お、ヘルメットだ。ってことは誰かにヘルメット装備させとくか。オッケー。こっちが来たのか。あたしさんはそんな食らってないから回復しなくていいかな。おお、段ボールがいっぱいだ。何もないじゃん。とりあえず荒らしていこうと思ったら救急箱あった。よし、行こう行こう。あのシャッターが開けば通れるようになるところがあるね。とりあえず階段か。もう一個上か。フォークジョー。おっと、ふたをしてやろうぜ。俺の番だな。ここでメガスイングを打っておく。いいダメージだ。こっちを、あー、ちょっと足りないね。2発か。いいぞ。椅子が強いね。殴る。あとは倒すだけでしょ。ちょっと MP を消費しないようにしよう。普通に倒すので。うまうま。マップ的にはここになんかある。真ん中の扉は敵が待ち構えている。あ、違うね。てかダンジョンだな、本当に。現代風ダンジョン。お、なんかある。食べかけ弁当、なんてこんなとこに置いてあんの。あ、回復ポイントあったさ。おれ、お前らごとき一人で締めてくれるわ。3対1だぞ、こっちは。まあ、今まではさ、1対1だったけど、ね、今までの竜が如くだったら、もうちげえからな。臭い息。まあ、ちょっと臭い息安定かな。で、バスタースマッシュ1回やってみるか。新しい技。おお、強い強い。めった打ち。おらおらおら。うえい、痛いんじゃが。ダメか。ここでバスターアタックを打っておく。ガード。ダミーで警棒カウンターやってみるか。あ、タイミング早っ。ハトの強襲。ハト結構強いよね。あ、ガードされ、体勢を解除した。めった打ち。怒りにしてもな。ヘイト向けるだけだもんね。おい、なんか嫌な予感がするぜ。一旦守りに入って様子を見た方がいいな。守るか。これ全体攻撃だったりするのかな。気合い落とし。何も食らってないぞ。おお、どうしたどうした。勇者の号令、味方全体の攻撃力を上げる。あ、こんなのもあるんだ。じゃあボス戦では使った方がいいな。あ、ガード厄介だな。硬いんだよね。これは確定で
ダウンが取れるのか。どんだけ突進くんだよ。やばい。いっけー。よし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 、あとで倒せる。やったー、あとで倒したぞ。じゃあ上行ってみっか。もう回復、あ、回復、回復というか鍵がかかってんのか。あ、金庫金庫、開けてみるか。やったぜ。お、作業用つなぎ、装備してみようぜ。変わんなかった。いいかな、やっぱスカジャン強いね。さてと、どっちに行けばいいんだ。あら、起きてった。会長室には行かせねえ。ナンバー大丈夫か。ははは、無事答えてくれよ。こんなよ。あらおい、ナンバー大丈夫か。早く、もうちょっとだ。これで下に行くのか。このバカ力が、あらぁ、うん、しまった。お前も止めー。ナンバーこっちだ。アラジ、危ねえ。よっしゃ、引き上げるぞ。もういい、あとちょっとだぞ。助かった。危ねえな。おい、伸びてんじゃねえぞ。死ぬかと思ったぞ。まったくだぜ。これ登り直しか。あ、いなくなってる。しかも回復あるじゃん。回復しないでよかったな。ありがてえ。なんかこう修行室かなんかですか。負けねえぞ。いけ、やったぜ。俺の番だな。メガスイングと、あ、でも、俺やった方がいいか。あ、でもこいつは雑魚だ。倒しておく。左も当たりそうだけどな。やばい。取り遅そうだから避けられるでしょ。お、避けた。まず一体。こっちやっちゃうか。で、塚本をハトの強襲で倒しちゃえばいい。オッケー、オリー、一つ上の男。お、ランクアップ。いいな。で、ここでもう回復しちゃえばいいもんね。回復便利だな。おっと、あんなところに物が。飲みかけ。さっきからさ、食べかけとか飲みかけとか、なんでそんな。あ、鍵がかかってる。いけないのか。なんでそんなさ、食いっぱしやってるやつがいっぱいの。残しあんの。残し物がいっぱいあんの。ここで息の根を止めてやろう。3対3か。3 on 3ね。体力多そうだったら、あれにしてもよかったけど、ここはまあ多分いいでしょう。ハトの強襲。意外に硬いぞ。勇者の亡霊使っとこう。メンバーを包み込んだ。攻撃アップ。めった打ちしちゃう？やっちゃおう。やっぱ、臭い息安定かな。ああ、集結しちゃったよ。そのクロスボウ使わないの。サイキ使っちゃおう。意外に硬いあいつ。じゃあメガスイング、よしよし。聞く側にもダメージ入った。
今まで日本の名前で敵の名前をなんだモンスターを言う RPG あったから。あ、怒った。くたばれ。ふざけんなよ。痛そう。硬いね。パワースマッシュ。いいダメージだが倒せそうにないな。大丈夫？はい、倒す。あとは一体これもご利用していけるでしょ。刀はずるいよね。なんとかしねえと。あ、ちょっと残った。てかタンクだね、足立さんは。8取るのが多いから。ん？なんだこれ、光ってるぞ。あ、鍵か。ん？これは何の鍵だ。廊下沿いに一箇所だけ鉄扉があったが、そこが怪しくねえか。おう、なら確かめに行こうぜ。青龍会の鍵。一応こっち側もあるから見てみよう。不思議な石？なんだそれ。開けてみるか。開けてみようぜ。お、錆びたか、あの扉、片扉だって。これも防具だよね。あ、使えないの？使えないんだ。一応回復だけしておこう。やっぱこまめな回復大事だよね。あ、あ、これ取り忘れてた。よい、回復。足立さんごめんよ。よし、さっきの鍵を使ってみ、あ、使わないじゃない、使う使う。